M3.6 という化粧水、はい、これをですねたっぷりとですね、たっぷりとこうあの潤いを、はい、まず最初に潤いね、補給をして、それからちょっとしばらくなじませます。でなじましてからしばらく経ったら、一番いつもおすすめしているのがこのプリズムエッグというね、こういう下地があります。これ、このゴールド、シャンパンゴールドですね。それからこういうピンク、ピーチピーク、ピーチのね、こんな感じの色もあります。で、普段僕は、艶を出すためには、このシャンパンゴールドいいですよっていつもお話しします。これをですね、2、3回くるくるっとして、まあ、こういうビューティーゾーンからね、ここからつけていきますね、ここ。ビューティーゾーンからこうつけていきます。こうやって、まず、頬を引き上げる感じ。そしたらこういう風にしてくる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 回していきますね。でこの小鼻のところはこういう Z、はい、こう入れてこうこう、こうするとねほとんどね、はい、全体が塗れます。それから僕はここも、はい、ここはですね、なぜこんなに塗るかというとね、結構ね日焼けもしますし、首にね年を感じる人多いんですよね。まあ皆さんね、美容家の方はみんな言ってること一緒だと思いますけど、ここ顔と首と頭皮はもう全部陸続きですから、全てにおいて意識をして、僕の場合も体全体ですね、足の先からね頭のてっぺんまで意識をしながらケアをしています。それをちょっとまた後でお話しますが、まあ、こんな風にしていくとかなりね艶やかくなると思います。ちょっとノーズシャドウとかシェーディングとか影をかけていきますね。僕の場合ね、これ皆さんにねいつも言うんですけど、チャコットの602番っていうの、これ、ね、結構ねなじみやすいんで有名なんですよ。でこういうベージュっぽいこのくすんだ感じの色のこれをノーズシャドウにかけます。ノーズシャドウこうね、この前後からまあ眉描きますけど、この眉の眉頭の下あたりからこういうラインを取ります。こういう感じ。そうするとこの彫りが結構きますね。でここからこの鼻筋のここへちょっと僕小鼻結構大きいのでここへ入れます。シュッシュッシュッとこう入れて、シュッシュッシュッとここ、それからここね、ここ唇の底のここへ、これ影入るとですね立体的になっていくので、ここ入れる、はい、こんな感じ。プチプラコスメ、この間からちょっといいですよって言ってね、これヒーミーというね台湾のコスメなんですけど、こういうパレット1980円だったかな。でこの中にいろいろとこういう組み合わせがあるんですけど、こういう色なんかがこの色ね、ブローパウダーに使えるんですよね。でちょっとこれはグリーン系ですけど、こっち側は赤みのあるこういうパレットもあるんですよ。でこちら側のちょっとレンガっぽい色ね、ワインレッドではないか、うん、こういう色味を使ってメイクするときは眉の色もこちら側の同じ茶色でもちょっとこう赤みを含んだ茶色、これで眉を描くとすごく統一感が出ます。で僕は今日はですね、まあ男なのでどちらかというとこういうグリーン系の方ね、アッシュ系とかが合うと思うので、この茶色を選んでみます。で描くブラシですけれども、まあ、これはですね、結構大きめの、ね、ブラシですごくいいんです。でこういう、ね、パレットについてるブラシ、これ、ね、ちっちゃいでしょ、なんかこうちょこちょこちょこってやるのがすごくね手先がねやりにくいと思うので、まあ、これは1本持ってください。これ小林照子先生 のブラシで、ハッピーメイクのブラシなんです。ハッピーメイクっていうシリーズで、ちょっとこのねなぎなた型のこのブラシ、これ熊の筆ですからすごくいいです。これいくらやったかな、3年ぐらいやったと思いますけど、もう一生もんですから持ってください。これをここに取りますね、はい。で取ったらですね、少しこうなじまして、なじましましょう、まあ、ティッシュにしよう。今日はちょっと後で手もやりますんでね、必ずなじましてください。そのまま行くとですね、粉がポロ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 落ちて、要は顔の上にね粉がついてねくすんでいく場合あります。気をつけてください。まず黒目の端上ぐらいに山を持っていくという形で、ここら辺からね、山ここですね、ここから眉尻に向かうラインを軽く入れます。こちらも山から眉尻に向かうライン、これはまあ僕ら男性の
男性の場合はあんまりここちょんちょんにやるとですね、すごく女装したみたいなメイクになってしまうだからまあある程度毛の流れに沿ってやっていただいたらいいと思います。まずはとにかくパウダーを入れていく、はい、でパウダーを入れたら今度このパウダーをですねブラシをこういうふうにして逆に逆にして眉頭に向かうラインにちょっと毛に沿わしていきます。こちらもで僕はですね先ほど見てこうやって見てもらうと分かると思うけど左右でバランスを取ってるの分かりますかね。こうして片一方だけ 80-90% まで仕上げて右だけやるとか得意な方やるっていう人もまあいてると思うんですね、まあ、それはそれで間違いでも何でもないんです。やりやすいようにしたらいいんですが、とりあえず僕はこのバランスを取るために自分でですねこう見てここ眉頭のね始まりの位置をね合わせていくようにするためにちょっとこう中入れていくんですよ僕。これね受講生の方にも言ってるんですけど、こう左右にバランスを取っていく。こうしてちょっと太めに描きますね。こういう感じで入って僕こっちの方が上がってたりで自分で分かってるんで、その調整をするために入れていきます。こっちの方がこうこっち上がってきてこっち側が低いんで、それを調整するためにちょっと上をこういうふうにして、ごめんなさい見えてないね、こういう上をかけてこちらは下を入れるみたいなね、そういう調整をしながら左右のバランスを取っていくという。そしてパウダーでですね大体バランス的になんか眉ができたなと、これぐらいでいったら止めます。白髪があるので白髪対策用のこのマニキュアなんですけど、どっちかというとダークブラウン、これダークブラウンの色なんですが、これをねチューブから出してですね色味を少し出して、それからちょっと入れていきますね。これも眉毛に沿ってまず入れます。そしてちょっと逆なでするこう入れてちょっと、毛に対して逆にね逆毛にこう入れて、そしてなじましていきます。こういう感じですね。そうするとさっきのパウダーとこの毛のマニキュアとの 色味がですね大体どれぐらいの濃さになるかっていうのがこう見えてきますよね。で今眉だけすると眉だけが濃くなっていくようなイメージあると思いますが、これは女性にも言えるんですけど、メイクってここやってる時はそこだけが強調されてすごく強く見えるんですよ。だけど眉やってアイメイクしてその後チークとか色のバランスをっていった時にどこに着地点がどんな着地点のメイクになるかっていうことのバランスをまあ分かっておれば、まあ、大胆にやってくれてもいいと思います。メイクってやりすぎてもまた引き段したらいいんです。後でちょっと撮るとかね、はい、だからまあ練習の時は大胆にやりましょうって僕いつも言ってます、はい、そしてここができてくるとこういうここですね白髪の部分、これが気になるんで僕は60間近の男性でもこうやってこまめにやってるわけなんで、まあ、ぜひね、まあ女性も男性もないですけど、とにかくいくつになっても保留して面倒くさいと言わずにね、ちょっとずつこうやってやるとですね、日々のことですからやっぱりこうなんていうかな、シャキッと一日過ごせるんですよ。これ今日は放送に合わせて実はこの9時半からやってますけど、放送するまで何か落ち着かんかったですからね、もう早くこの自分のルーティーンはやりたくなってくる。でないとシャキッとしないみたいなね。でここにちょっと毛並みのこの生え際のところ、こういうところをキュッキュッと入れていくとですね、どうですかね、だいぶ締まってきたの分かりますよね。これのメガネですね、メガネのフレームのライン、今日はこの服なんでどれにしようかなとか、まあ普段ですねメガネね10個ぐらい持ってるんですよ。これ10個って言ったらこれ全部老眼なんですよね、まあいろいろとこうやって合わせながらこのフレームラインがねちょっと違うので、多少ですね、まあ違ってもいい、今日はちょっと上がってる方にします。なぜかというとこの色紺の色入ってますんで、紺に合わせてちょっと横がブルーみたいなね、こんな感じでやっていきたいなと思います。でこのちっちゃいペンですねになってきますよね。でこうなってくると、こう皆さんこうやってやってる時ありますけど、これAmazon かなんかで調べてください。この鉛筆の補助器、こういうので、今 SDGs でしょ、
このメイク品もね、もったいないという気持ちでね、ある程度こう使えるところまで使う。でこないしたらこんだけ長くなるわけですね。でこれをですね、ちょっと見ていただくと分かりますが、ちょっとこう油回ってくるんですよ、毎回やってると。でこの状態でメイクするとですね、すべて夏場なんか特に描きにくい。だから毎回こうしてこういうふうにして削ります。削ったらこれ油油分取れますよね。そしていきます。はい、で先ほどの山の部分を少し整えていきます。整えていくか、このムラになってる色とかをちょっとシュッ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 と描いてあげる。じゃあよりはっきりと、これ全体じゃなくてちょっとする感じですね。本当にこうタッチグッと描くっていうんじゃなくて、ちょっと本当にこうする感じで、はい。そしてですね、こちらも同じようにちょっとね、これ鏡をこうって持ちながら、これ配信なんでこうやってますけど、普段はこういうやり方はねダメなんですよ。皆さんこうやってやる人いてますけど、できたらね添えてとか、それからこういうふうに皮膚を引っ張るとかね、この手をこういう行きたい方向にこうしていく、そして入れていく方が眉は描きやすい。どうしても手がこういうふうにブランとして描いていくとですね、不安定になります。添えてこういうふうに持つとか、こう入れるとか、こう肘をつけるとか、もしくはこの手をこういうふうにして、ここへ、あ、わかりますかね、こういうふうにして頬に当てながらこう描いたりとか、まあ、自分で描きやすいように安定させてみてください。僕はもうこういう形でいつも描いてます。そしてこの底辺ですね、底の部分も少し整えていく。で男性の場合はですね、あんまりこの女性のようにこう眉尻を上上げすぎると、すごくここかっこ悪いんですよ。だからちょっと眉尻は目尻のラインよりかやっぱり平行ぐらい、もしくはちょっと下がってもいいぐらいにしてください。なぜかというと、ここ結構三角眉って多いんでね、男性の場合はこの太めに描くっていうのも大事です。で今日はまあ僕はあんまり使いませんけど、よくご紹介だけしておきます。眉のですね、コンシーラーエンハンサーというのが出ました。これビセから出ましたんで、こういうね、でこれこういうコンシーラーなんですけど、これねハイライト的に使えるんで、ちょっとですねこういう眉尻の下、こういうところにあんまりやりすぎとちょっとちょっと軽くハイライト的にこう少し入れてあげると、これ今古臭いメイクなんですよ。本来ここにあんまりハイライト入れるとですね、なんか古い感覚なんですが、まあそうは言ってられないですね。ぼやけてくるとかいろんな部分あるので、少しこうしてコンシーラーを入れて仕込んであげるとですね、眉尻がねはっきりちょっとしてくるんですね。それとか左右のバランスを取るときに、こっちが上こっちが下ってあるじゃないですか。その生えてる毛がちょっと邪魔になるときなんかも、例えば上の方のラインをちょっと消してあげるっていうときに、スッとこういうふうにね描いていくと、まあそういうふうに使ってみてください。これすごく描きやすいと思います。それとかこの口角もね、口角なんかにも使ってもいいですよ。僕はこれでこれちょっと太いんで、僕は後でやりますけど、こういうペンで、僕コンシーラーこういうペンもあるんです。これメイクアップフォーエバーのね、口角を描くときに、ここ口角はこう描くんですよ、こうですよ、こう描くんですよ、口角はね、分かった、ダジャレですよ、口角はこう描くんです、こういうふうに描いてます。普段はしませんけど、まあとりあえずここの口角からこの下のラインをこういうふうに描いてます。でシュッとこうこうね。それから男性用のですね、こういうひげをなんていうかな、隠したいとかっていうね方もたまにいらっしゃいます。でこれはこれもね、女性の方にちょっと大きなシミができたとかね、なんか乾パンとかそういう場合にファンデーションでこう隠そうとすると厚塗りになるからね、こういうのを選んだらいいんです。これはですね資生堂なんですね。これも資生堂のファンデーションなんですけど、コンシーラーみたいなね、スポットカバーっていう、スポットカバー、はい、1200円です。でこういうのも色味がいろいろありますので、ちょっとこれはですね、僕は男性のこういうところね、青みのね、ひげを
ひげをこう隠すために少しあの使ったりします。これもポイントでね、まあ、ちょっとこうカット分かりますよね、はい、アイシャドウ、はい、アイシャドウ僕別に塗りませんよ、塗りませんけど皆さんにとってアイシャドウっていきなしこのパウダーみたいなマット系のこういうパウダーのこういうアイシャドウね、これ塗るとですね、あれなんかあんまり思ったより発色せえへんなとかあると思うんですよ。でその時にまず仕込むのがこういうね、少しですねちょっとこうクリームっぽいこうあるんですね、これあのなんていうかクリームっぽいあの仕込みの下地、はい、これをですね最初にちょっとこう軽くなじましておくんですよ。これで、ね、それだけでちょっと明るくなったわかりますかね。せっかくなんであの僕が作った、はい、グラシャドウっていうね、一気にグラデーションできる黄金比率でできる、これをこれ指でねピュッてこう取るとこういう風になります。でこれをですねちょっとこう軽く目を割りしてワイパーのようにシュッと当ててキュッと最後に動かすだけ、はい出来上がりみたいなね、わかりますかね。もう一回やりますね、今度左シュッと取ります、はいこんな感じで、これをこのまぶたの真ん中にまずワイパーにピュッと当てて左右に動かす、これで一瞬で、はい、出来上がり面白いでしょ、まあ、こういうグラシャドウっていうのを作ったんですね。この色も実はこの色すごくいいんですよ、ね、あの年齢がいけばいくほどくすみがちな目元に、ね、ブラウンをいってしまうとクマ、ね、クマみたいになってですね、クマった顔になるわけですね。だからできるだけくすまないようにするためにはこういうちょっとピンクっぽい色を仕込んでピンクをくすましていってるので、まあ、ボルドーみたいな色になってくるんですね。こういう色をねぜひ選んでください。僕これ結構そういう色をよく持ってます。メイクアップフォーエバーもこういう色で、こういう色でねメイクするとね大きな失敗はない、はい。ちょっとまあメイクもそうですけどリップね、リップケアちゃんとしてくださいね、ルーティーンなんで、はい、もうせっかくなんでやってしまいましょう。これねエチュセのね爪の化粧水、これやってるんですよ、もう実際やってるんですけど上からでもいいのでちょっと塗ってあげるとですね艶やかになって、でこれはあの爪の保護にもなります。化粧水なのであの爪に悪いことなんです、何もしないよりかやる方がいいんです。こうはい、でちょっとずつこう艶やかになってきたら分かりますかね。でこれすぐあの乾きますんでこれスッとつけていく、なんかあの僕ら慣れてないからねあの見てて面白いと皆さん思うか分からないけど、こんなんねちょっとはみ出てもいいんですよ、本当にこの化粧水なんで手についてもいいんで、これが今バカ売れてるんですよね。でネイルとかで楽しめない職業の方、この間も言いましたけど色あんまりつけられない方でもちょっとこう艶やかになるだけで健康的な、ね、化粧になってきたら分かりますかね。あんまりこういうのも見せてないんで、はい、そしてですね僕は全身美容をしているオイル、これはお風呂上がりの今日もやってきましたけども、このセブンフローというね小林照子先生の娘さんが今美容家としてすごくいろんな美的の雑誌とかいろいろ出てますけど、その開発品です、はい、ワンプッシュ塗るんです。これはですね、まあ、全身美容の もちろん顔もしてこういうところリンパを流して普段今日も朝シャワー浴びた後にやってきてるんですけど、まあ、今日ねせっかくなのでやりましょう、はい。まあ、こういうしていくとですね同じ手でも艶やかになってきたら分かりますかね、はい、これもしばらくするとさっぱり、ね、さっぱりな感じでベタベタしません、はい、でちょっと置いておきます。こういうところにあのリンパを流してあげる。で僕はですねあの結構匂いも好きなので、匂いうちのサロンではねあのアロマというのを炊いてます。ずっとねこれは殺菌用、あのこのコロナになってっていうだけではなく、あのやっぱ癒しというのも大事なので、ね、僕はこれビオセンシエルというアロマをもう何年か前からずっと採用してやってます。でこれは塗るアロマというプラスってありますね、まあ、こういうのをですね
2、3滴ちょんと取ってですね、これをこれ首ここですね、あのツボがあるんですよ体にね。で僕はこの首を首にこうマッサージして肩凝るんでね、こう首、そうするとこの首からこのここからですねスーンと香るんですよ。あ、ミスト、ミスト&ピックスっていうあるんですよね。これあのちょっとあの30ミリのこっち側はちっちゃいバージョン、大きいやつはこれぐらい100ミリあります。これをですね、あの化粧水代わりに、まあ、メイクをする前にシュッてやっていくとですね、すごくスルンとした、まあ言えばな、一枚こうベールを張ったような感じの凹凸感も綺麗にしてくれる、ファンデーションなんかの塗り、あのファンデーションの塗りが良くなるフィックスがあるんです。これ最後にね、もう一回それもするんですよ。化粧水前にして、その化粧水が終わった、化粧水、化粧が、ま、完璧に終わった、はい、終わりましたっていう時にこれをですね、ちょっと遠目からこうかけるわけです。ちょっとなったかな、ふわって飛びました、今みたいにミストみたいなふわっとなって、でそれをかぶるわけですね。そうすると何がいいかというと化粧の崩れがなくなります。化粧崩れが1日ずっと持つということです。目の下にちょっとピンクさっき入ったけど、ちょびっとなんかほんまに可愛くなる、見えますね、うるうるしてる感じになりますね自分で言うなって話ですね。はい、ということでありがとうございました。またお会いしましょう。